します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おお。新しい会場ですけど、どうですか、ご覧になって。すごいですね。なんかコーストでずっとやってたんで、本当式場って感じですね。すごい。天井が低くて。ね、なんかちょっと全然違う感じがしますね。頑張ります。関係ないでしょ。関係ないじゃん。こっちが頑張る。私は来週で。え？今週で。今週。おはようございます。おはようございます。試合向かいましたけど、はい、体調とかいかがですか？あ、まあ、バッチリです。はい。よく眠れました。そうですね。まあまあまあ。はい。こっちですね。はい、おはようございます。おはようございます。緊張したりしないですか？今は緊張してないです。どうですか、今日を迎えて。そうですね、やっとこの日が来たなって感じです。はい、闘志が湧き上がってる感じですか？あ、まあそうですね、まあそれは前からずっとなんで、まあ、さらに、まだあれなんですけど、試合始まったらさらに上がってくるかなと思います。じゃあズバリ今日のテーマを教えてください。今日のテーマ、そうですね、まあしっかり、まあ、勝つんですけど、まあ地祭りにして、まあ、お客さんもわっと盛り上がらせるような試合にしたいなと思ってます。地祭りですか？地祭りでいいですね。はいありがとうございます。今さら言ってる。間違いしなっちゃって、ちょっとあるんだけど、もう一個もらっちゃったけど、あとおしっこ。嬉しそうね、おしっこ、おしっこ。両手で握りしめ。瀬澤さん、元師匠っておっしゃってましたけど、はいはい、長いんですか、藤本さん。最初にあの RJW か研修会で入ってきて、うん、で僕教えてたんですよ。でね、クソ下手だったんですけど、このチャンピオンってすごいですよね。続ければ努力ですよね。どういう人ですか、どういう選手ですか？まあ、やっぱ、まあ、根性ありますよね。あの夫婦のあれだから根性じゃない、特攻じゃないですか。特攻隊こうやって開かなきゃ。翔平さん、これもっと明るくならない？なんか偉いよ、明るくないよ。ちょっと暗いよ。あ、いたいた。ちっちゃくて。ここ出るとき滑っちゃった。お立ち込みでない選手は、ゲージサイドでお立ち込みをお願いいたします。まあ、どっかに来てない選手は、マスターJapanより痛くない。やんないでいいよ、俺は。いや、ロコフが想定したことやってる。それで顔もしない。チップが閉まった球、よろしくください。そうしたら、今やらないですが、アウトです。会場入ってから、やっぱりこの待ちの時間って嫌なもんですか？いや、
嫌ではないですね。別に緊張するわけでもない。シリアスな人たちは辛いんじゃないですか、ね、シリアスな人たちは真面目な人たち、真面目な人たち、我々結構試合前不真面目なんで緊張するあれでもないし、だらだら喋ってるだけ。通販会ご覧になって今日仕上がりぐらいって場合かな。いやもうけど50センチ近くやってるんで、あまり特別な進化ってのは多分ないと思いますよ。進化はない。トーン、若さとかいうよりも変わらないことを淡々と続けて、変わらない進化っていうのを、変わらないことで進化するっていうのを多分もうやっていく段階なので、だからずっと練習も変わらないですし、まあ、仕上がりもいつも通りだと思います。はい、深くしていくっていう深い方の進化みたいな。そうですね、もうそういうところでしか勝負できない年にもなってきてるし、まあ鈍感ながらまだいいんですけど、気にする人だと結構大変な年ですよね。ダラーズ、よし、勝ちました。オッケー。綺麗に入った。一発よ。一発。よし。絶対カレン勝つからね。いいバトンつなげた。よし。じゃあ次はうちのカレンがタイトル取りますんで、楽しみにしててください。よし。よし。カレン。勝ってよじゃない。勝って。はい。あれ見てました？あ、見てました。後ろの方で見てました。よし、でも本当、次、大一番なんで。バトンがつながりましたね。つながりましたね。はい。あ、やだ、目つぶってやつ。あとはゴール持っていくだけなんで。はい。見ないで買い物。クイーンオブパクラスチャンピオンシップ女子ストロー級の5分5ラウンドの一戦に臨みます。現在18歳です。18歳7ヶ月、卒業式を2日前に終えたばかりという、ただ一応まだ法律上は女子高生のくくりですので、現役 JK ファイターとして初のチャンピオン体感を目指すというカレンです。さあ初めてのタイトルショット、カレンが入ってきました。現在のクイーンオブパンクラシスト第3代のストロー級クイーンオブパンクラシスト辻野恵美の姿を捉えております。もう現在41歳、ただその年齢というのはもう全く関係ないんだという話をしています。一方で、彼女にしかないものはそれは経験値、そして心の強さ。辻野恵美今入ってまいりました。ただいまより公明第6試合女子ストロー級クイーンオブパンクラスタイトルマッチ5分5ラウンドを行います。青コーナー150センチ 51.9 キロフラバージュラ、挑戦者女子ストロー級1位カレーフー。赤コーナー158センチ 52.15 キロトライフォース赤坂、第3代ストロー級クイーンオブパンクラシスト藤野まあ、本当にこう戦ってきた経験値も年齢もいろいろなものが違うという両者。そうですね、はい、年齢差すごいですからね。はい、でだからあの関節で利上がるとまっ、あ、入ってった入ってた、ね、さあ組むとこれ藤野のターンになっていきそうですがどうか。ただここで、距離取ると肘飛んでくるんで、はい、しっかりここでテイクダウン取れるからですね。これ彼の方は頭を押さえながらディフェンスしています。入ったサボリ、相手ロックしかできないから。そうそう、これずっとロックさせているとまたテイクダウンだけだと分かんないですね。はい、まあ、ダメージをどうやって奪うかですね。振り切られているカレンです。さあ、取れた。
まとめろ、まとめろ、離れてまとめていい、離れてまとめていい、離れてまとめていいよ。さあ、もう1ラウンド残り時間ほとんどありません。カレン、組んだ時は焦らない、しっかり立つ、まあ、サバ折りですね。そうですね、サバ折りのパターン分かったね、分かったね。信号ビュー、信号ビュー、セコンドー、セコンドー、ゆったり、ゆったり。ラウンド2、深呼吸して、ミサイルキック、クレーザー、クレーザー、離れてると、ああいう距離が上がって入ってきた、でも捕まえる、いいよいいよ、こういう距離は見たいですけどね。ちゃんと自分立つ、はい、削れ削れ、ムーキーなんだ、ムーキーなんだ、離れて勝負しろ、下行ってみ、頑張って下行ってみ、さあ離れました、集中しよう、下がってみちゃうんでね、ハイキック、さあここにまとめる藤野、それでいいんだよ、ジャッジがどうでもいいですかね、もう大丈夫、今の調子で削ってけ、4で仕留めると4ラウンドで正規なのかね、はい、呼吸な、意識は今のままになるよ。ジャッジ2名が10対9、青カレン選手、1名が10対9、赤藤野選手を支持しております。セコンドー、まあ、割れましたね。これから体力的な消耗が両者どうなるか、これ5ラウンドあるんですよね。離れろ、離れろ、離れていいんだって。この後の振り方のあたりは、ね、そこで自分を削る、離れろ、そうか、痛いよ、削れ削れ、足壊せ、足壊せというすごい、セコンドからの指示が出てますが、多分藤野選手削れ削れ削れ、自分が削れしかなさそうなんです、削るぞ、全然集中してない、まあ、このあたりも結構実は、あの背中つけながら、実は結構膝のあたりでうまく狙っていたりとかやってますからね、サボ、攻めろ、投げれ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 、はい、どうですかね、はいよ、呼吸整えて、勝ってる、大丈夫、難しいですね、まあ、僕はカレン選手かなと思いますけど、ね、これ結構地味ですけど、まあ、まあ足は痛いと思いますですよね、つけるその、はい、中間距離を組まない全部ポイントになるかどうかですよね、第3ラウンドの集計結果をお知らせいたします。ジャッジ3名とも10対9、赤、藤野選手を支持しております。カレン気にしなくていいよ、大丈夫、問題ない、このラウンドを使わせるか、倒せるとき倒そうか、そうですね、そうですね、はい、行こう行こう行こう、そうするとカレン選手はもうそれでいいんだ、それでいいんだ、それでいいんだ、あと2つ取んないとダメですね、足上げろ、それを自分が出ろ出ろ出ろ、さあ入ってきた、そうここから左、そうさあ藤野がパンチまとめてて首を抱えて、肘切るぞ、回せ回せ回せ、はい、そうそうそう、オッケー、はい、首のやろ、首のやろ、展開2本2本2本、そうそう、いや、そう、次のや、この藤野選手は片足上げながら入って、浜崎と一緒、浜崎と一緒でやってること、試合ジェミンスとこでいいんだよ、そういう感じだと思う、そこ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 、さあトラック捕まえた、手が取れそう、いたー、いたー、これは肘受け局面だ、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 やってくれました、いやすごい、信じてました、いやー、行ってくれた、表紙に埋め取ったっていう流れだったわけですよ、はい、いやこれがうちのカレンです、 TKO によりまして勝者アンドラーカレン、4ラウンド3分18秒テクニカルノックアウト勝利、カレンデビューから5戦目にして体感ということになりました。カレン選手が第4回女子ストロー級クイーンオブパンクラシストと決定いたしました。やってくれました、もう本当に嬉しい、もう嬉しいですね、ちゃんとなんか肩書き取ってくれたし、自分がタイトル外しちゃってるんで、私もちゃんと見渡りも疲れないようにしっかりと、いや、もちろん気合い入りました、超嬉しいです。
団所属のカレンです。本日応援ありがとうございました。パンクラス史上最年少 JK チャンピオンになりました、このベルトをこっちに巻くことができて本当に嬉しいです。最高です。ありがとうございます。パンクラスのチャンピオンとして世界に出ても、パンクラスのチャンピオンは強いってことを証明していきたいと思います。あと今日しか言えないのでここで言わせてください。 JK だめだ。ありがとうございました。新チャンピオンカレン選手に今一度盛大な拍手をお願いいたします。実は藤野選手のね、あの決め言葉でババアなめんなっていうのがあったんですけれどもJK なめんなというふうに言い返したという形になりました、ね、まあとにかくすごい選手出てまいりました。18ですよね。です。もう伸びしろしかないじゃないですか。確実に、はい、強くなりますからね。そうですね。いやいやいや、果たしてどんな感じになっていきますか、今後注目したいと思います。カレン見事な勝利体感でございました。現役 JK クイーンオブパンクラシスト誕生です。え、何落ちたの？これだけ止められたの？落ちたんじゃない？これで止められたの？違うでしょ、チョークが入ってたからさ、ね、プレゼンになっちゃったでしょ。そんな深くはないですけどね。そうっすよね。いいすでも早く直すんだと塗っちゃった。じゃあ塗っちゃいます。また塗ってもらえば。自分で自分で塗っちゃったな。まあもう負けた後だからそんなにすぐ言ってもしょうがないけど、試合にすげえ集中してなかったけど全くだからそこ行くとこ行けないのはもう、ね、自分でそれがもう追い詰められない、追い詰め込んでそういうふうに考えられないんだったら日本引退した方がいいかもね。まあ人に決められることじゃないか、自分が決めることだからだけど、自分も言った通り自分で自分を追い詰めたから。じゃあもう違うことすればよかったし、頭外出して下行ってもだあんだけ上げてんのかしら、それもしなかったじゃん。なんでかってきついから、取れなかったらきついから。もう瞬間瞬間の選択ミスがすげえ多くて、セコンドは客観的にこうしろああしろって言ってもそれをしない。もったいなかったな。もったいないね。そこをチョーク入ってなかったらもうこれぐらいだったんで。格闘技続けない、試合するしないで究極の自己満だけど、チケットを買ってきて時間を割いて見に来てもらう、自分が吐いたマネをもらうっていう風に全く値しない試合だったと思う。そんだけ浅いのにこう首絞められてたら血が吹き出してたら止められる深さじゃないんだけど、そこの運が悪かったよね。あの子はそこ一発でバッと切ったところに対して、まあ、対応もできてなかったし、上に横になったことなんですか。明日か明後日に剥がしちゃって、はい、傷パワーパッドかなんかに変えちゃっていいですか。わかりました、はい。あともちょっとこういうところでやってるんで赤くなって腫れるようなことあったらすぐ、まあ、一応一回外科に行ってもらって、はい、そうじゃなかったら一応1週間後です、はい、来週月曜日以降で、はい、抜歯はどっか行ってやってください。ありがとうございます。これ大丈夫です。はい、ありがとうございました。単純的に言うとアタックしなかったじゃん、そんなこと。下も行かなかったし、まあ、それは一旦怖かったでしょ。でもそれってさ、その怖さを自分でここを失って一生もう伸びなくなる。もう何言ってももうたらりばばかになんないでしょ。試合は難しいからしょうがないけど、でももっとやれたと思う。もっとやんなきゃいけなかったし。さあ浴びる。いやー難しいなぁ。血見えた自分で。あれ結構出てるな。あ、いやそこは見えなかった。血だまりになってるから噴水みたいに、そんな切れたって思って、またこういったやつですごいよね、そういう映像を作る天才だって。なんかそんなカットやばいなと思った。カットのあれで言ったら止められる深さじゃないから、うん、全然だよ、うん、まあしょうがないね。そういう体勢になっちゃった自分がいけないし、
あとずっと机の上に乗ってるからね。まあ、僕がデッサンしてみたいです。でもなんかこの感じだと言えばダイレクトリマッチしてくれって言えばなんとかなるかもな。まあそうですね、まあまあ、そうね。そこやるかどうか。でもだいぶそれやってもしあれするときはだいぶあれがあるよ。取れればいい。そうできないと、うん、これ外して撮る、一回それで撮る、まあ、これこれで、ちょっと待って、うん、これでも一枚ください。あ、はい、こうこれで、あ、それでいいです。いきます。じゃあ、はい、チーズ。それノーマルカメラの方がちょっとだけになる。おめでとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。で、どうですか、ご本人の感想は。そうですね、やっぱ力強いなと思ったんですけど、まあ、今回あの血だらけにもできたし、一歩も取れて、まあ、首も絞められて、チャンピオンベルトをここに負けることがすごい嬉しいです。それすごい、僕ずっとセコンドを取ったんですけど、はい、すごい的確な。あ、そうですねな、すごいなんかいいチームだなっていう。まあ、チームワークは多分日本一だと思うんで、僕ら兄弟なんで、そこは。合わせなくていいから、4ラウンドで仕留めればいいからって。あ、そうですね。あ、確かに行ったね。行ったね。2ラウンドぐらい。あ、ちゃんと作戦実行してくれたんで。あ、すごいですね。ちょっと驚きました。本当に。人より彼がね、強かったんで。全員ベルト巻くので。早く第1号カレンが取ってくれたんでね、すぐ続いてノリと俺で取って格闘技界斡旋していくんで、お楽しみじゃあ3人で決めポーズお願いします。はい、